はい、こんにちは、まえチャンネル、まえはるです。はい、今回の動画がですね、2017年の最後の動画になりますね。はい、はい、今年はですね、322本ライブ配信も含めて動画投稿しましたね。すげえ、意外と少なかったんだよね。うん、まあ、ゲームチャンネルの方が120本以上投稿してるんで、まあ、合計したらもうちょっとあったかな。うん、そうだね。はい、ということで今回ですね、毎年恒例の2017年マエチャンネル重大ニュース。いつも言ってるけど重大じゃないけどね、うん、自分で言っといてあれだけど重ニュースです。重ニュース、はい、ではやっていきたいなと思います。1本目、私が YouTube 一本化したっていうこと。うん、会社を辞めて、ね、そう、会社を辞めて YouTube だけになりました。 YouTube がまあ専業になった、うん、本業になったっていうことだね。おかげさまでたくさんの動画をその後投稿できたかなと思って、いろいろね、企画とかねちゃんと作れるようになって、うん、楽しくできたかなと思うけど、皆さんどうでしたでしょうか。エイジンからどうでしたか。楽しかった。楽しかった。うん、うん、2本目は、ナーフ寸劇シリーズ。おー、これはちょっと夏のちょっと前ぐらいから、うん、7月ぐらいからかな、ナーフを使ってこう寸劇やるようになってね、パパがゾンビ化したりして、ゴーストかしたり、ゴーストかしたりしてね、うん、それで僕はどんどん撃ったり、呪文使ったり、あれ意外と面白くてね、うん、やっぱこう銃ね撃つの楽しいもんね。うん、買ってよかったものランキングのパパ1位がナーフだったからね、うん、今年はすごく楽しく投稿させていただきましたね。はい、はい、3本目、カブトムシを飼う。そうだね、うん、カブトムシ、そう、念願のカブトムシを今年飼いましたね。うん、まあ最初はちょっとドッキリという形でエシ君にカブトムシをね、うん、目の前にこう出現させて、フィギュア置いて僕が探しに行ってる間に置いちゃうって、うん、そうそうそう、あれはびっくりしたでしょ。うん、めちゃめちゃびっくりした、ね、あ、でもいい感じのサプライズでね、うん、カブトムシを飼うことができたね。うん、残念だけどね、滝沢はもう死んじゃったけど、うん、今も新しく、幼虫、そう、幼虫を4匹うちに飼ってますんで、それが来年飼えるかなっていうのが楽しみなとこかな。そうだね。4番目は、エイシン君にドッキリシリーズ。これね、去年もやったんだけど、去年はねちょっと些細なドッキリだった。今年は結構頑張ってドッキリしたパパが宇宙人の変装になったりとか、うん、パパがぷよぷよボール風呂の中入ってボーって出てきたりとか、カブトムシ、さっき言ったカブトムシとかもね、そう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 、僕はパパに近しいたこともあった。あ、そうだね、うん、デスソース入れられてね、デスソースでシュークリームの中入れてね。5番目は、フロリダ滞在ですね。うん、今年実はですね、冬休みのフロリダ滞在と夏休みのフロリダ滞在で2回出るというですね、ちょっと変わった年でしたね。うん、こんなにうちらも行くと思ってなかったし、うん、すごい楽しかった、うん、楽しかったね。夏休みの方は20日間滞在して、現地で現地のおもちゃを紹介したりして、あ、ベイとね、そう、ベイベイね、うん、ベイベイやったりしましたね。はい、あと向こうでもナーフ取ったもんね。そうそうそう、パパまたゾンビになって、あとはディズニーワールド行ったり、フロリダ採算さんと遊ばせてもらったりね、うん、しましたね。うん、はい、6番目は、同じフロリダ滞在なんだけど、皆既日食ね。皆既日食すごかったよね、うん、あれはまあフロリダじゃなくて、車でサウスカロライナ州まで行って、うん、そこで見たね。うん、でも今曇っちゃった、曇ってた、うん、曇ってたけど、曇ってたおかげでちょっと肉眼で見ることもできたから、うんうん、そうそうそう、ね、うん、だから良かったといえば良かったのかな。うん、でもちゃんとね、こう日食かけていく様子がカメラで収めることができて、完全に日食した時あたり真っ暗になったね。え、あれは本当にね、うん、現地の人たちの盛り上がりもね、うん、よくてすごい楽しかった、ね、マンションにこれ電気がついたら、そうそうそう、夜状態だったもんね、うん、面白かったね。完全に、はい、7番目、ディズニークルーズ乗船だね。うん、これもう念願だったディズニークルーズに、このフロリダ滞在の最後に、うん、めちゃめちゃ楽しいんだった、うん、そしてエシン君が初めて悲しくてね、涙したって、まあ、涙したとか動画では撮ってないんだけど、うん、あれパパ見れてよかったよ、うん、石井くんの成長が見れてね、うん、今でも思い出すと泣きそうなんでしょう、うんうん、今度は1週間のやつに乗りたい。1週間のやつ高いんだよ。8番目、部屋をスタジオ化したっていうことですね。すごかったね、これ、うん、これはね、頑張って2日ぐらいかけてイケアの棚をね、パパがせっせ作って、でそこにフィギュアライダーと置いて、うん、持って帰ってくるのも大変だったからね、うんうん、車に乗っけて、うん、もともとね、もともとああいうふうにスタジオ化したかったから、パパは、うん、ようやく今年できたかなと。よかった。そう、9番目、はい、9番目はですね、スターウォーズ最後の時代の
レッドカーペットイベントの取材をさせてもらったってことだね、はい、まあ、取材っていうかあれか、普通に参加させてもらって、それを動画で撮影させてもらって、うん、公開許可もいただけたっていうことで、とても嬉しかったね、うんうん、生でマーク・ハミルさん、アダム・ドライバー、ダイアナ・ジョンさん、すごかったよ、見れた、うん、キャスリン・ケネディも見れた、うん、よかったね、うん、なんかダース・ベイダーとかファズマもいたしね、いたよね。10番目に行く前にですね、辞典だね、うん、辞典はですね、レイシン君のコーデ動画、ああ始めたってことかな。今年3本やったかな、うんうん、まあ、来年はもうちょっと、ね、増やしていきたいなと思うけど、レイシン君の、ね、格好が何にしてもあんまりいつもジャージとかね、パーカーとかばっかだったんでね、うん、そうそうそう、なんでもうちょっとかっこよくしていけたらなと思って始めてみたんだけどね、うん、はい、次はデュエマを始める。あ、そう、デュエマは今年から始めましたね、うんうん、全然知らない状態から始めてって、最近はようやく分かってきたけど、でもやっぱ難しいよね。そうだね、効果のさ読み方が回りくどいからさ、どういうことだと思う。そうそう、どういうことか何回か読み直して効果やって、ようやくなんか動画にできるって感じなんでね、うん、まだルールが完全に把握できてないんで、確かに、うん、やってる方にとっては見づらい動画になってすみません、はいはい、他には全身タイツ変装にハマるさっきの宇宙人のドッキリもそうだけど、うん、金色のね全身タイツしたりとか、あとはジャック・スパローの金のジャック・スパロー、そうそう、コスプレしたりとか、ユシン君もジェダイの格好したりとか、ピンパパもジェダイの格好、そうそう、とか今年いろいろちょっとなんか服装も変えてみたりしてできたね、うん、はい、ということで、2017年マイチャンネル重大ニュース、最後はですね VFX を始めたパパ、CG ね、 CG、 そう、うん、マイチャンネルウォーズのエピソード4でも結構 CG 出てたりとか、スイングとか、そうそうそう、あとは火、水、地、風、あーはーとかね、あー、あのフォーワーって出したりとか、そう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 、まあああいうのを今年はちょっと織り交ぜてやっていけたかな、うん、そのおかげでちょっとだけ動画がゴージャスになった、そうだねゴージャスって表現合ってるか分かんないけどね、うんうん、2017年マイチャンネル重大ニュース以上でございました。もしね、見てない動画などありましたら、この説明概要欄の方にリンク貼っておきますので見てみてください。はい、はい、ということでこちらが2017年の最後の動画になります。今年も皆さん大変お世話になりました。はい、ご覧いただいてありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで皆さん良いお年を。良いお年も。バイバーイ。